はい、どうもさっくんです。ちょっと日付変わっちゃったんですけど、今日はこれの紹介です。銀河モデルの、品番、N950 の、配色機セット。一応用途がですね、西部701系に使う、4両分入ってるやつなんですけども、これを一応今回作っている仙北3000系とかにちょっと試しにつけてみました。内容としてはこの配晶器とジョグインステップとですね、あともう一個成分使うとしたらここの板ですね、これが入っております。で、これが西部以外に取り付けた時の、一応例としてこれやってみました。だいぶ印象変わるでしょう。配晶器なんですけど、説明書通り一応つけました。こんな感じですね。この頭のとこを曲げてもらって、でレールに近いところは、この風にこの手前でこのように曲げずにストレートにして、結構短く切っております。ちょっとここまでね、曲げると強度が下がるんで、これまっすぐのまま短く切っております。ここで、はい、それだけです。で、一応こんな感じになります。ここまでね、来れたら一応スカートありの方もできますんで、この銀河モデルの、N950 の配晶器セットで、グレードアップしてみてはどうでしょうかという感じです。上申とかね、この前言ったラスト1個やったんでね、多分考えてる人多いと思います。一応今回のこの仙北3000系も全部この配晶器つけてみようと思っております。というわけで今日はこの銀河モデルの配晶器セットについての動画でした。